ジ,ョジシカ観とは古代ギリシアで作られたトロイア戦争に関する女ジ史ジサイクルのことである。女ジ史ジの観、ジ,ョジシケンとも、ジ,ョジシ史観に含まれる女ジ史ジを並べるとトロイア戦争についての記述が完結する。ホメーロスの女ジ史ジ、イーリアスとオデュッセイアも入れる、研究家もあるが、ホメーロス以外の死に対して用いられる場合がより多い。いずれにしても、イーリアスと オデュッセアを除く、ジョジ詩は断片しか現存していない。断片では、プロクロスが書いた、詳細なあらすじが最も貴重なものである。ジョジ詩は、ダクチュロスヘクサメトロスで書かれている。ジョジ詩館は、キリシア機化学様式時代に発展した局所的な、英雄崇拝に基礎を置く交渉を文学の中で上流させたものだった。その素材は、鉄器時代の視点から見た。 過去の青銅器時代の未経年文明の話である。ホメーロスとそれ以外の女ジ児ジカンの歴史的、文学的関係の研究は、新分析と呼ばれている。女ジ児ジカンには、以下のような女ジ児ジシが含まれていた。旧世紀の学者、聖職者のフォティオスがその著書、ビブリオーテカの中で長大な女ジ児ジシサイクルに解説し、そこには、北のマキア及び、定番剣と呼ばれるサイクルも含まれる。 定倍剣は順に以下の作品で構成される。しかし、ホティオスの時代でもホメーロスを除く助ジ磁ジシは残っていなかったことは確かで、ピロクロスもホティオスも晴天となるサイクルについて研究していないようである。なお、現代の研究家たちは通常、定倍サイクルを助磁士官に含めない。助磁士官の中で現存するのはイーリアスとオデュッセイアのみである。他のものは、 断片が後世の作家に引用されるか、二三行がボロボロの古代のパピルスの中に残っている程度である。ウェネトゥスエーという名で知られる10世紀のイーリアスの写本の序文の中に、ジ,ョジシカンのキレ切れレのあらすじが残っている。損傷がひどく、キュプリアの下りは残っておらず、他の記録から補わなければならない。あらすじは、抜粋が順番に書かれてある。この長大なあらすじは、 クレストモシーと呼ばれ、それを書いたのが前述した、プロクロスという人物である。プロクロスについては、哲学者のプロクロスと別人である以外は何もわかっていない。二世紀の文法学者、ユーティケウス・プロクリスとする説もあるが、全く無名の人物という可能性もある。ビブリオテカの中で、ホティオスがクレストモシーについて書いた記述は、ホティウスの本も、ベェネトスへもプロクロスの、 同じ書から派生したものであることを明示している。イーリアスとオデュッセイアを除く残り6つの女児誌は、この2つの女児誌で語られていないトロイア戦争の部分を述べるために、ホメーロスより後に書かれたものと一般に言われているが、それを裏付ける証拠はない。新分析の研究者の中には、逆にホメーロスのものが後で、他の女児誌から内容を引いてきたという前提に立つ研究者や、 小あだかにではないが、伝説の素材から惹かれた、ホメーロスの女子誌が後に、女子誌館として具体化したと主張する研究者もおり、この議論は続いている。古代においては、女子誌館の中で、ホメーロスの女子誌が最高のものと考えられていた。ヘレニズム機の学者たちは、ホメーロス以外の女子誌館の作者たちを、ネオテロやあるいは、キュクリコスと表すのが、一般的で、これは、型にはまったと。 同義語だった。以降、現代においても、劣っている、イコール、後に書かれたとされている。アリストテレースは、死学の中で、筋の統一の大事さを述べるための材料として、オデュッセイアを取り上げ、全体として統一が取れるように筋が、組み立てられていると称賛している。その一方で、キプリアと、ショーイーディアスを次のように批判している。しかし、 他の詩人たちは一人の人物、一つの時、多くの部分からなる一つの筋について話を構成する。キプリアやショーイーリアスがそうである。結果として、イーリアスやオデュッセイアからは一つの悲劇だけしか作れないが、キプリアからはたくさん、ショーイーリアスからは八つ以上のものから作られる。近年では、ゴメーロス以外の作品に含まれる幻想的、 魔術的内容を持って劣っているとする意見もあるが、イーリアスやオドゥッセイアにも喋る馬や一つ目の巨人は登場する。女児詩館の中で語られた話は、後世の作家たちの題材となった。いつどうして八つの女児詩が一つに編纂され、缶と呼ばれるようになったかについても小説ある。19世紀後半、デビッド・ビニング・モンローは、キュコリコスという語は、缶ではなく、 型にはまったの意味であり、編纂されたのは、ヘレニズム期の遅くとも、紀元前一世紀頃だと主張した。最近の研究家はもう少し前ではないかと考えているが、概ねこの説を受け入れている。ホメーロスと他の作品の関係についても問題がある。ホメーロス以外の6つの序子詞は、ホメーロスの話の前後と隙間を重複なく、埋めるよう作られたように見える。 しかし、もともとはそうでなかったことは確かである。例えば、現存する、小イーリアスの断片では、トロイア陥落後、ネオプトレモスがどうやって、アンドロマ系を捕虜として連れ去ったかが語られているのだが、プロクロスのあらすじでは、トロイア陥落の前で終わっている。もともとの、キプリアは、プロクロスのあらすじから推測される以上に、トロイア戦争を描いていたという説もある。一方で、 キプリアはイーリアスを受けた形で構想され、プロクロスのあらすじは元々の構想を反映しているという説もある。いずれにせよ、編纂するにあたって女子主観で調整が行われたことは確かである。イーリアスの最後の行は次のようにヘクトールの葬儀で終わっている。そして相手オピスの冒頭は続けて読めるように同じ書き出しで始まっている。反対に、 女ジシの間には矛盾もある。例えば、トロイア陥落の時、ヘクトールの子、アスチアナクスを殺したギリシア兵は、ショーイーリアスではネオプトレモスだが、イーリオスの攻略ではオデュッセウスになっている。ありがとうございます。